今年も素敵、アフリカのサバンナ。動物を脅かさないように。火山が噴火する、今すぐ逃げなきゃ。え、終わり？楽しみにしてたのにブクブクだけ。え、すんごく楽しいじゃないの。そうだけど、もっとドカーンっていうかさ、これのどこが火山なのさ。あ、そう、そんなに欲しいなら作ってあげるけど手伝ってよ。もちろんさ、頑張って手伝う。グッ。あ、やあみんな、恐竜がいた時代、地球ではそこら中で火山が噴火していたんだよね。その火山を僕らも作るんだ。スーが言うにはだけど。ねえサム、信じてくれないの？まあさっきは入浴剤で騙されたしな。それじゃもっとすごいのを見せるからね。プラスチックの容器？うわー、すっごーい、驚いたな。ちょっと作ってほしいんでしょ。ここに火山を作るよ。容器を使うときは大人の人に許しを得てね。ああ、そうか、その容器のおかげで噴火が広がらないってことね。賢い。それから試験管も用意。ホームセンターなんかで探してみてね。カラフルな火山にするって言ったから虹色にしよう。6本も使うんだね。でも虹は7色。ここにもう1本。うん、ありがとう。やっほー、7色それぞれの試験管。そうだね。じゃあ簡単なところから。全部を集めて輪ゴムをかける。こんな風に。よし、簡単。正直まだ分かってないんだけど。こういう形を作ってね。しっかり止めるために輪ゴムをもっと使ってもいいんだよ。ふんふん。で、これをどうやって容器の中に立たせるの？うん、そこにはキネティックサンドをたっぷりとね。楽しみ？うん、触っても触り足りない。キネティックサンドが好きな人は高評価をちょうだいね。これを押し固めて丘にするよ。あ、そうだ、キネティックサンドは使い捨てになるから遊べなくなるよ。やったらなった。遊べなくなるの？水で濡らしちゃえば普通の砂でも作れるよ。でもスー、僕が遊ぶ用のサンドは取ってあるんだよね。ちょっと、ふわわ、そこおトイレじゃない。それじゃあこの次はこの火山を取り囲むための土台を作っていくよ。しばらくそのまま。今教えたのが溶岩だよ。サム、何やってるの？スーがいない間、恐竜たちを楽しませていたんだ。そういや、そっちはどうなの、ス？家庭菜園でも始めた？そう、火山の周りを森にしようと思ってたんだよね。ほら、噴火がリアルな感じになるでしょ。いい考えだね。みんなもそう思う？そう思う人はチャンネル登録をしていってね。ところで、地球には900もの活火山があるって知ってた？海底の数は分かってないのにだよ。それくらい知ってるよ。ティビダバ山では火山学者と一緒にいたんだからね。そうだっけ？それなら火山について教えてもらおうじゃない。受けて立つ。僕の知識をお見せしよう。えはん、みんなはベスビオ山を知ってるよね。場所はイタリア。ここは30回噴火してるんだ。一番有名な噴火は大昔に起こったポンペイの町を破壊したもの。すごく発展していたローマの都市が6メートルの火山灰に埋もれてしまったんだ。想像できるかい？スーはできる？うわー、サムってば本当物知り。ご講義ありがとう。聞いてる間に森が完成したよ。偽の葉っぱをパラパラパラ。うん、サムも一緒に火山の飾り付けする？もちろん。しかもそんな森よりずっといいアイデアがある。さてさてさて、それではやっと。さあ、新しい住処だよ。
美味しい葉っぱがそこら中にある。ガオン、僕も作品になる。これも使えるんじゃないかな。冴えてる。こういう工作の何がいいって自由なとこね。しかもお友達や家族と仲良く一緒にできるとこもいいんだよね。そうだね。それじゃここは完成。そうだ、思いついた。噴火前の写真を撮って保存しておくんだ。いい考え。みんなこの光景を見ておいて。噴火するともう見られないからね。それじゃあみんな、いよいよ噴火させるよ。最初の材料は、じゃーん、重曹。はい、どうぞ。なんでもないや。試験管1本に大さじ1杯。1本1本入れていこう。よしと。うわー、なんてこった。どうしたのサム、気になって仕方がないよ。去年だけでも世界中では78回の噴火があったんだって。すごいよ。なんてこった。でも大爆発ばかりじゃないんだよ。さて、お次の材料。食器洗剤？それが火山になるの？数滴垂らすだけで、あわあわの大噴火が起こるんだよ。試験管ごとに同じ量ずつ。こうね。よし、いい感じにできてるよ。ちゃんと全部に入れたんだよね。そしていよいよ色の出番。食紅ね。紫、緑、青。うわー、色がたくさん。虹にぴったり。まずは青いのから。綺麗だね。いいけど、その次はピンクにしてよ。あー、もうすぐカラフルな大爆発、楽しみだね。ねえスー、急いでよ、もう待ちきれない。落ち着いて。試験管はまだあるんだから。ここに酸性の液体を垂らすと、ドカーンだ。科学の魔法ってね。そうとも言う。というわけで、仕上げてる間に酸性のお酢を取ってきてくれるかな。次はこれだったかな。間違えそうになるね。この実験は安全だけど、それでも気をつけてね。よっしゃ、お酢持ってきたよ。これで完成。もうちょっと、あと数滴垂らせばね。これで完成。それじゃあみんな、いよいよ噴火させるよ。よし、噴火。ゴーグルをつけないとだね。それじゃ始めるよ。それじゃあもう一回、やっほー。というわけで皆さんは大サミュエルさんの噴火を目撃したのです。もう安全ですよ。並んで山の写真と、それから僕のサインを。おや、サム元気だね。並んでーす。スーだけ特別扱いってわけにはいかないし。
一緒に作った火山なのに自分の名前つけちゃったの？しょうがないな。観光で稼いだお金は半分こ、3割でいい。今回の工作が面白かった人はぜひ高評価とチャンネル登録をしてね。お家でも実験を試してみてね。絶対楽しいから。もっといろんな実験動画が見たい人は通知をオンにして新着動画を見逃さないようにしてね。じゃ、またね。それじゃあ。